ジャスワント・シングは、北インドのラージャスターン地方、マールワール王国の君主、ムガル帝国の政治家、武将でもある。また、非常に文才に優れた人物でもあり、シッターント・ボード、アーナンド・ビラース、バーサー・ブッサンを表した。1629年12月26日、マールワール王、ガジ・シングの息子として生まれた。1638年5月6日、 オ応ガジュシングの死により、8歳で、マールワーリオとなった。1654年1月6日、ムガル帝国の皇帝シャー・ジャハーンにより、大王を意味する、マハーラージャの称号が授けられた。ジャスワントシング1657年9月、皇帝シャー・ジャハーンが重病となり、4人の巫女が、皇位継承戦争を起こすと、ジャスワントシングは友人であったダーラー志向に味方した。 ジャスワント・シングは、アンベールを、ジャイ・シングに引けを取らぬほどの有猛な武将として知られ、彼ともう一人の武将カーシム・ハーンは、ダーラー志向も、軍司令官を任された。1658年4月15日、ジャスワント・シングとカーシム・ハーンは、ダーラー志向の命により、アウラングゼーブとムラードバフシュの軍勢と、ウッチャイン近郊で戦闘を交えた。戦闘は、 ジャスワントシングとその軍が有猛に戦ったため、所詮はダーラ志向軍が有利だったが、ムラードバフシュに怯えたカーシムハーンが逃げたため、彼に一気に負担がかかった。その結果、ジャスワントシングの率いる軍勢は、敗れ、テゼノラージプートラは、ほとんどが死亡し、命からがら戦場を逃げざるを得なかった。彼の受けた損害はあまりにも大きかったため、アーグラに戻ることができず、 自身の領地である、マールワールへと逃げなければならなかった。彼が戦場に連れてきた7000人あるいは8000人の軍勢が王国へと戻った時には500人から600人になっていた、とフランソワ・ベルニエは述べている。ところが、ジャスワンとシングが首都ジョードプルに戻った時、その日が彼の入場を拒否するという思わぬ事態が発生した。この日は、 ラージュプートの中でも誇り高きメーバール王国の一族の娘で自分の夫が戦場で負けてきたという事実が受け入れられなかった。ジャスワントシングの日は縄文を閉じよう、その派連地感を中へと入れてはならないと命じ、ジャスワントシングをねぎらうどころか締め出した。さらに日は、その男は私の夫ではない、会おうとは思わぬ。マハーラーナーの婿は、そのような、 癒しい心を持つはずがない。これほどの名門の人となったからには、その美風を見習う務めがあることをよく思い出してもらわなければならない。つまるところ、勝ちか死ぬか、どちらかにすべきだとまで言う有様だった。だが、ジャスワントシングの日の気持ちはすぐに変わり、焚き木を持ってくるように命じ、我が身を焼いて死にたい。私は騙されているのだ。夫は、死んだに違いない。 そうでないはずがないという。そしてしばらくすると、日はまた起こり出して、夫をののり始め、会おうとすらしなかった。こうした状況が8日か9日続いたところで、ようやく日の母親がやってきて、ラージャは元気を回復すれば、すぐさま軍勢を立て直し、アウラングセーブと戦って、名誉の回復を図るだろうと説得に当たった。結局、ジャスワンとシングは、 こうした混乱から軍勢を立て直せず、ジョードプルに引きこもっていた。ダーラー志向は何通りもの手紙を送り、軍資金も提供した。ジャスワントシングはアジュメール近郊までノロノロと進軍し、提供された軍資金で軍を集め、メイワール王国の君主が到着するのを待った。だが、メイワール王国はアウラングゼーブが提示した条件で、すでに合意していたため、味方にはならなかった。 同年5月29日、ダーラー志向とアウラングゼーブムラードバフシュ、連合軍との間で、サムーガルの戦いが勃発したが、ジャスワントシングは参加することができず、戦闘後にアウラングゼーブと和議を結んだ。また、シャージャハーンは、アーグラ城に遊兵された。だが、1659年1月にジャスワントシングは、アウラングゼーブが、シャーシュジャーと、 カジュ派で戦っている時にその後衛の軍を襲って物資を略奪したりするなどダーラ志向を密かに支援していた。だがアウラウングゼーブが策を使ってシャーシュジャーを破るとジャスワントシングは自分の形勢が不利であることを悟り略奪品のみに満足して急ぎアーグラへと引き上げた。ジャスワントシングがアーグラに到着すると街は騒然となった。アーグラの街では シャーシュジャーが勝利し、アウラングゼーブとミール・ジュムラーは、捕虜となったという噂が立っていたのである。また、ジャスワントシングが裏切っているとの噂もあり、市場に現れた、彼を見て、アーグラの長官であったシャーイスタハーンは毒を飲んで、自殺しようとし、助官らに止められた。ジャスワントシングは何かを企てるようなこともしなかったので、あえて長居せずすぐに所領に引き上げ、アーグラには、 少し立ち寄った程度だった。フランソワ・ベルニエは、ジャスワント・シングがアーグラにしばらく止まって、シャージャ・ハーンの解放ために、大胆な脅しや約束を使うなど、精力的に動いていれば、シャージャ・ハーンは解放されたかもしれない、と述べている。また、ジャスワント・シングは所領に戻った後強力な軍隊を、仕立て上げ、ダーラー志向に、できるだけ早く、アーグラに向かうように、 自分は途中で合流する、という旨を送った。しかし、その約束は実行されなかった。ジャスワントシングは、ジャイシングから、落ちぶれたダーラー思考に味方するよりは、アウラングゼーブに味方した方が良い。また、アウラングゼーブが決して容赦しないだろう。ラージプルト同士の血を流すべきではない。ヒンドゥー全員、異教徒全体に関わる問題であり。 異教と全体が危険にさらされると脅迫し、また、ダーラー志向の問題に感知しないなら、アウラングゼーブは許しを与え、私が保証するといった内容の手紙を何度も受けた。結局、ジャズワンとシングは所領に退去し、アウラングゼーブに基準するところとなった。その後、ダーラー志向は捕らえられ、同年8月30日に、デリーで処刑された。1660年には、シャーシュジャーも、 アラカオ王国へと逃げ、ムラード・バフシュも処刑され、皇位継承戦争は事実上終結した。晩年のジャスワント・シングだが、ジャスワント・シングはアウラング・ゼーブに基準したものの、両者の対立は長く続くこととなった。ジャスワント・シングは戦争後、マールワー、グジャラート、ペシャー・ワルなどの大使を歴任したが、彼の領土である、マールワール王国はアウラング・ゼーブに付け狙われた。 1667年5月8日、ジャスワントシングの息子プリトビーラージシングは、アウラングゼーブが送った毒を仕込んだ衣装を着たことで、死亡した。ジャスワントシングは、有能な後継者でもあった、プリトビーラージシングが暗殺されたことで、大きなショックを受け、それを乗り切ることができなかったという。1678年11月28日、ジャスワントシングは、 ペシャーワール近郊のジャムルードで死亡した。北西方面のアフガン勢力に対しての問題を処理していた最中であった。アウラング西部はジャスワントシングの死を聞くと、ジャスワントシングの後継者がいないことに理由に直ちに、その王国の併合を宣言した。だが、ジャスワントシングには妊娠中の妻がおり、同年2月19日に彼女は男子を出産し、彼はアジートシングと名付けられた。 この男子の相続権が帝国に請求されたが、アウラングゼーブはこれを認めず、ジャスワントシングの兄ア,アマルシングのインドラシングに王位を与えた。こうして、同年4月にアウラングゼーブがジズヤを復活したのも、相まって、マールワール王国の住民らは、ドゥルガダースラートールに引き入られて放棄し、メイワール王国の支援も受けて、長期の戦闘に突入した。ありがとうございます。